2月13日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。宅建は難しくない、丸暗記だから難しい。私は宅建の勉強を始めた頃、何が書いてあるか全く意味がわからなかったんですね。もう本当に意味不明でした。で、意思表示から勉強を始めて、何度意思表示の勉強をしたことか、テキストを何度読んでもしっくりこないんですよね。まあ、正直もう初めは宅建試験って難しいなって思ったんですよ。で、後で振り返ってみたら、まあ、理解学習ができていなかったから難しかったんですね。で、もうこの時点でもう実はもう4ヶ月を無駄にしてたんですよ。まあ、もちろんね、意思表示だけで4ヶ月ってわけじゃないですよ。理解学習ができない状態でずっと勉強し続けて、意味わかんないなってずっと思いながら、とりあえず4ヶ月間を過ごしてしまったと。で、私が勉強を始めたのは1月の初めだったんですね。だから、まあ、4ヶ月無駄にしたってことは、もう4月の時点で、もう宅建イコール意味不明っていう状態だったんですね。で、もう試験までもう残り6ヶ月しかないわけですよ。市販のテキストでは結局書いてあることがわからなかったんですね。まあ、そこからネットで調べながら勉強を続けました。もちろんね、調べながらやってるので、1問理解するのに時間はすごくかかったんですね。多い時だと、1問あたり20分ぐらい、かけちゃったりもしたんですよ。だから、1問4択の問題だと、80分ですよね。だから大体1時間半弱ぐらいかかってました。でも、そうしないとこれ合格できないなって思ったんですね。もうこの時点でね、4ヶ月経った時点で、もう全く意味不明だから、おそらくこのまんま6ヶ月間勉強を続けても、これ合格できないなって、私はそこで気づいたんですね。4月の時点で。でも、そこから理解学習に切り替えることで、4月から計算して4ヶ月経った8月あたりですね。ここから徐々に理解できるようになってきたんですよ。正直言って理解し始めるまで時間がすごくかかりすぎた。これは事実です。でも、そこから、模試を行うなどして、8月以降ですね、模試を行うなどして、まあ、40点で一発で合格できました。本試験で自己採点40点で一発合格できました。で、これは、実はこれ私に限ったことではないんですね。弊社の受講者さんの多くが、私と同じように、難しい難しいと言いながら、勉強を続けていきました。でも、理解学習を続けることで、実力を上げて、合格をしていっていただいてるんですね。つまり理解学習を続ければ難しくなくなってくるんですよ。初めは難しいと思うかもしれないけれども、実際この2月中旬から勉強をね、ちゃんと理解学習を始めることができれば、十分今年の合格も目指せます。今年はあなたが合格をつかみ取る番です。個別指導の概要については、この動画の一番最後にお伝えします。またこの動画の下の概要欄にも URL を貼っておきますので、ぜひそちらご確認ください。毎年この時期から受講していただいている方でも合格していっていただいてますので、その点もご安心いただければと思います。では、本日の3問に入ります。借地借家法ですね。借地権者 B が当初の存続期間満了前に現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、借地権設定者 A にその旨を事前に通知しなかったとき、A は無断築造を理由として、契約を解除することができる、丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはこれ誤りですね。契約解除することできません。当初の存続期間内では、借地権者はその土地を借りる権利があるんですよね。だから無断で再築しても問題ございません。つまり A は解除することができないということですね。ただし、期間満了の際に、借地権設定者、まあ、イコール地主ですね。地主に正当な事由があるのであれば、契約解除はできます。で、今回の問題は、例外とか関係なくもう、契約することができるってこう言い切ってるので、誤りだということになります。できない場合ありますよね。まあ、原則できませんので。なんで誤りだということです。そして、もし契約解除となったと、地主 A が正当事由を持って契約解除したってなった場合、その場合は借地権者 B っていうのは、建物買取請求権を行使して、建物を買い取ってもらうことができます。まあ、この点もね、合わせて覚えておきましょう。で、借地借家法っていうのは毎年2問出るんですけども、これ、点数取りやすい分野なんですね、借地借家法って。だから絶対落とさないようにしましょう。もし苦手っていうのであれば、まあ、勉強の仕方を変えるなり、なんなりしないと、本当にもったいない部分です。ここは、しっかりね、2点取ってほしい部分なので、しっかり得点しておきましょう。で、問い2です。A が宅地建物取引業を、営もうとする場合において、A が信託会社であるときは免許を受ける必要があるが、
A が信託業務を兼営する銀行であるときは免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。前半部分ですね。A が信託会社であるときは免許を受ける必要がある。これが誤りです。信託会社であったとしても、信託業務を兼営する銀行であったとしても、どっちも免許を受ける必要はありません。これらの会社とか銀行、まあ、金融機関ですよね。っていうのは、国土交通大臣に届け出をすれば、国土交通大臣免許を受けたものとみなされるんですね。だから免許を受ける必要はないということです。届け出だけでいいんですよ、ということです。イメージとしては、〇〇信託銀行と、まあ、いうような名称を使っている金融機関多いですね。通常の銀行ではないんですよ。ちょっと郊外に行っちゃうと、この信託銀行ってないんですけれども、大きな駅前とか、にはですね、信託銀行あったりしますので、近くに行った時は、まあ、ぜひ確認していただければと思います。で、免許が不要なもの、これは誰でしょうか？国とか地方公共団体、独立行政法人都市再生機構とか、住宅供給公社とか、あと信託銀行、信託業務を兼営する銀行。まあ、これは3種類はもうまとめて覚えた方がいいです。まあ、これも効率的な勉強法の一つなんですよね。もうまとめて覚える。まあ、今回の問題は3番の内容なんですけども、これだけ覚えるんじゃなくて、もう全部ですね、一緒に覚えちゃう。まあ、覚えようと思っても覚えられないんですけれども、何回も復習することによって、これまとまって覚えられるようになってくるんですね。もう3回、4回、5回って復習すると覚えてきます。なので、もうまとめて何回も勉強するということが重要なんですよね。もう一個一個バラバラにこれ覚えちゃっていたら、もう試験前に、どっちだったっけってなっちゃうんですよ。だからまとめて覚えちゃうということですね。覚える意識を持って勉強するということですね。で、メルマガでは無料なので、もうたまにしか効率的な勉強法、具体的にお伝えは、やっぱできないんですね。そうなってくるとやはり不十分なんですよ。なんで、もう次こそ絶対合格したいという方は、個別指導ぜひご検討いただければと思います。個別指導では、効率的な勉強法をどんどんお伝えしますし、こういったところは一緒にこうやって覚えましょうとか、対比して覚えましょうとか、答えはこうやって導くんですよとか、まあそういったところまでもうお伝えしておりますので、絶対合格したいという方は、個別指導で学んでいただければと思います。で、問い3ですね。開発許可の処分について不服があるものは、都道府県知事に対して異議申し立てをすることができる、丸か×かという問題です。答えは×です。開発行為の不許可の処分に不服があるものは、開発審査会に対して審査請求ができるんですね。で、今回の問題は、都道府県知事に異議申し立てってなってるんですよ。なんで、都道府県知事ではなくて開発審査会なんですね。で、異議申し立てってこれ書いてあるんですけども、今現状ですね、異議申し立ての制度もうないんですね。今はもう審査請求に変わっています。なんで、まあ、これからの試験で出るってなると、ここが審査請求に変わって出題される感じですね。おそらく引っ掛けるのはここですね。都道府県知事に対して審査請求することができるっていうふうにおそらく変えて出題されてくると思いますので、都道府県知事じゃないんだと、開発審査会なんだというふうに、これはもう覚えていただければ大丈夫です。個別指導の概要についてはこちらの真ん中の動画をぜひご覧ください。動画ない方はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらご確認いただければと思います。あなたの受講お待ちしております。レトスの小野でした。